よしたくん、ちょっと噂で聞いたんだけど、スポンサーさんが名乗り出たって？そうなんですよ、ついに白ゼミにスポンサーしてくださる企業さんが現れたんです。どこなのそこ？なんと、カツオ節の山木さんです。あちゃーす。それでは山木さんがスポンサーさんに名乗り出てくれたということで、例の超プロダクトプレイスメントムービーがどうなったかご覧ください。ここは戦国時代のある地方、吉田城という城に吉田ジャスティス勝雄という戦国大名がおりました。行けそこだ。さあいいぞカブト丸、ガッツを見せろガッツを。やったすごいぞカブト丸、さすが最強のカブト節。お前には褒美としてカツオ節にちなんで山木の氷温熟成カツオマイルド削りを取らせる。いや殿、遊んでる場合じゃございませんぞ。なんだ小泉、スターゲートが開いたみたいな顔して。開いてませんよ。何ですかスターゲートって。それより期限は今日でございますぞ。早く氷上の場にお越しください。なんだ期限って？寺山の要求の返答期限ですぞ。寺山？なんだそれ。隣国の寺山が我が国を侵略すると脅してきているのでございますぞ。服従するか戦うか、その決定をするのでございます。そうなの？全然知らなかった。とにかく氷上の場までお越しください。それではかねてからの寺山家の要求に対する氷上を行います。殿、いかがされますか？あ、戦おう。しかし殿、寺山は5000を超える大軍、日頃から有酸素運動を欠かさず、体脂肪も 5% を切るような盛況な軍団でございます。そうなの？でもうちは何千くらいいるの？1万ほどでございます。だったら勝てんじゃない。しかしうち9900までが殿のペットの虫けらでございます。絶対降参だ降参。その場合には殿の首を差し出せと寺山は申しております。戦うどころ、うちはみんな喧嘩強いって有名じゃない。その喧嘩もほとんどが口喧嘩でして。オーマイガー。ここは牢城に持ち込み、隣国の阿武隈家に救援を求めるのが上策かと。それだ、その作戦最高。いえ、牢城と申されてもこの城はまるで住宅展示場並みの無防備さ。堀、石垣どころかレースのカーテンもございません。じゃあ作ればいいじゃない。そう簡単に申されましても、我が国には城作りに精通したものはおりません。もうなんだよお前ら、いつもカップケーキばっか作ってから、いざという時こうなるんだよ。恐れながら。誰じゃ殿の御前じゃぞ。その他は城作りの名人レオナルド博士ではござらんか。いかにも。城作りの？じゃあ城作ろうぜ。いくらくらいでできんの？1600億円くらいです。民が苦しみますぞ。大丈夫だ、最初は騒ぐかもしれないが、しばらく経てばみんな忘れる。こうして吉田城は急遽寺山家に備えて防御を固めることになりました。はっ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 は、愉快愉快。あの大うつけの吉田も手も足も出ないそうじゃないか。しかし油断は禁物でございますぞ。キュウソ猫を噛むということわざもございます。ネズミどころか奴らの軍団のほとんどがアリンコとカブトムシじゃないか。文字通り踏み潰してやる。恐れながら。どうした？吉田方が牢城の構えを見せております。なんじゃと？牢城だと？他国より城作りの名人を呼び寄せ、急遽防御を備えているとの情報です。なに？降参しないというわけだな。面白い。馬を引け出陣だ。こうして寺山の軍勢は吉田城に迫り、城を取り囲み始めました。やろう、いつの間に城をリノベーションしやがって。堀は深く二重に回し、石垣を築き、門も強固に固めております。だがこちらの軍勢は圧倒的だ。力ずくで攻めれば落ちぬ城ではない。ははこうして寺山の軍勢は様々な工場兵器で吉田城に取り付きました。よし攻めてきたぞ、弓の用意じゃ。行け放て。さあ弾よけを用意しろ。いや持ちこたえてくれ。いいか、奴らを防いだら今夜の砂糖水は倍の濃さにしてやる。いいか。えいえいわーわーじゃない、こういう時は最後はおーって叫ぶんだよ。もうしまんねえな。殿、そんなカブトムシなんかいいですから、ご指示を。そうか、
話し合いで解決できないかな。できないから籠城してるんでしょうが。大手門が破られます。もうかよ。敵の数が多すぎるのと我が軍の弓矢が20本しかないのが原因です。何やってんだよもう。あ、そうだ、鉄砲の弾たくさん作ったろ。残念ながら鉄砲作るの忘れてました。うっかりにも程があるよ。よし、三の丸は突破した。二の丸に取り付け。それ氷点橋を用意しろ。いや、いかん、たぜに無事じゃ。かくなる上は皆に鰹節を配れ。いや、何を申されますか。いいか、鰹節は古来より鰹節と言われ、武士の間では縁起のいいものとされてきたんだ。兵たちに山木の氷温熟成鰹マイルド削りを配り、士気を高めるんだ。そんな山木の氷温熟成鰹マイルド削りを配っただけで戦に勝てるなら誰も苦労しませんって。おー、うまい。手軽にトッピングするだけで旨味とコクがぐんと増すぞ。早っ殿、なぜだか全身に気力が湧き出しました。鰹節に含まれるタンパク質は牛肉の約3倍、筋肉を作る大切な栄養素が豊富なんだ。さらに脳を元気にして毎日の健康維持に役立つと話題の DHA や EPA も含まれているんだ。なんとそれはこれからのシーズン受験生にもいいではないですか。さあ、鰹節にお湯を注ぐだけで簡単に作れる家中湯なら、疲れた体と心を癒してくれるホッとする味わいでたくさん食べられるぞ。ああ、なんだかホッとしながらも頭がすっきりしてきたぞ。そんなすぐに。さあ、寺山どもを蹴散らしてやるんだ。行くぞ。二の丸も制圧した。いよいよ本丸じゃ。かかれ。あー、いけー。あれは敵の大将の吉田。それ、自分から出てきたぞ。かかれ。なんだこの強さは。聞いてないぞ。カツオ節パワーだよ。カツオ節にはかなわん。逃げろ。ほら、逃げるな。戦え。落とし穴だ。落とし穴。アリンコ、君に痛い。カブトムシたちが。いいぞ、やれ。吉田君が山木の氷温熟成カツオマイルド削りの力で無敵状態です。なんだと。引くな。戦え。無理、負けを認めろ、寺山。ふざけるな。戦国武将が山木の氷温熟成カツオマイルド削りで無敵状態とか、あまりにもスポンサーに媚びすぎだろうが、恥ずかしくないのか。俺は男同士でペアルックしても恥ずかしくないほど恥知らずなんだ。だったら一騎打ちを申し込む。それは無理だ。なんでだ。作画が大変だからな。アニメーターの心配かよ。全部よりだけの絵なら受けてもいいんだがな。ああ、構わん。俺の剣の味を思い知れ。ふぅ、アリャー、ソラー、シャラボワー、フリャー、セレナーデ。うわっ、やられた。邪魔見ろ、家帰って赤チンでも塗っとけ。なんだかわからないうちに、勝ったわい。わー、カブトムシたち、よくやった。さあ、間違えんなよ、最後は王だからな。行くぞ、えい。よし、しまった。こうして吉田軍の奇跡の大勝利は勝ったカブトムシの王で締まり、後に勝ってカブトの王を締めろと誤解されて伝わったといいます。ありがとう、山木の鰹節。なかなかのプレイスメントぶりじゃね。テレビじゃ絶対できない山木の鰹節の暴れっぷりでした。しかもこれ以外に山木さんと城攻めの企画もあるって。はい、11月24日はいい武士、つまり鰹節の日ですからね。その日に合わせて城攻めとのコラボ企画も進行中です。スポンサーさんも決まってイベントもこれで安泰じゃねえ。何言ってんすか。んまだまだ目標の金額には届いていませんよ。そうなの。イベントを成功させるにはまだまだお金が必要なんですよ。少なくともあと10社くらいは。このムービー最後はどんなカオスムービーになっちゃうの。というわけでスポンサーさんはまだまだ大募集中です。ぜひ我こそはという企業さんのご参加お待ちしております。